予断エレキマニュアルの動画ですけども、今日は、仙道隆忍忍者に来てもらいました。どうもこんにちは。先日ね、バサーオールスタークラシックのワイルドカード琵琶湖戦見事優勝を勝ち取って、ね、本戦出場を決めてくれましたけれどもまあ、このねブラッシュさんに動画撮っていただいてるんですけど、まあ、ブラッシュ動画初登場ということで初ですね。そもそもあの琵琶湖の人をねちょっと実は忍者って一体この前ワイルドカードを買ったけどえ何者って思ってる人が実はちょっといるという話をねちょっと聞いたんですけど、いやちょっとどころかあのもうワイルドカード後に言われたので一番多い言葉の一つがアウェイなのにすごいっすよねみたいなのをよく言われるんですけど、いや僕今ベース琵琶湖です、はい、あのなんならあのフルタイムではちょっと家庭の事情とかもってできてないんですけど、まあガイドもやっていて、実はまあ5年前かな、まあいろいろあって名古屋に今住んでるんですけど、まあ、通いで長浜からガイドでやらせてもらってるんですなんです、はい、一応琵琶湖ホームなんですっていう、ね、ほんでスリービジョンとかね、はい、メディア出てるんですけど、はい、あとこれも聞いたんですけど、はい、バスボート乗るんですかこれも、ね、はい、そうなんですよ。僕ガイドのね募集とかを SNS とかに載せたりすると、はい、未だにおかっぱりですかって聞かれるんですで、バスボート乗れたんだみたいななんか SNS の記事もあったりするらしいんですよ。友達がねそのワイルドカード後になんか SNS にあれ忍者が優勝してるけどバスボート乗るイメージ全くないみたいな、いやバスボート多分めちゃめちゃ大好きで、多分バスボートのことが好きさで言ったら日本でも屈指なぐらい僕はバスボートが大好きなんですよね。ちなみにこれ忍者のボートですか。はい、ね、はい、です、ナイトのです、はい、オブジェじゃないです。はい、はいはい、でねワイルドカード去年からノースウェーブの推薦で、ね、はい、去年は霞ヶ浦で挑戦してもらってるんですけども、はい、まあ、去年も今年も、まあ、一緒に乗らせてもらってその釣りとかをね目の当たりに見てきてるんですけど、今こんな温厚に喋ってますけどバスボートの運転ねクレイジーです。クレイジーではない。琵琶湖戦の時スタート順が何番でしたっけ、あれ12とか13とか、そうね、ケツの方ですよね。南高スタートして北のあのポイントに向かってまあそこそこ荒れてたんですよね。でもその中を2番スタートの船を琵琶湖のど真ん中ぐらいでぶち抜いてあれ行ってしまうっていうぐらいね。2番とか3番、まあ、上の方ですよね。3番2番3番4番、はい、その辺ですよね。意外なイメージ持っておられるかもしれないんですけど、実はバスボートを乗りますある意味トーナメンターってこうイメージないかもしれないですけど、はい、ですよね、はい、ちょっとそのあたりでね、まあ、今日はちょっとボートも含めてそうっす
そうね、まあ、こんなことをやってるよっていう紹介をね、はい、まああのあれですね、あの琵琶湖のトーナメントに出てない、大きいメーカーのサポートが今ないバス系のね、あのそういうのがあってやっぱりそういう琵琶湖露出が僕はない方の人間だと思うんで、もう釣りビジョン出てパン食ってるやつみたいなイメージ。あー釣り、あー昔そうだね、なんかおかっぱりで雑誌とか出てたねぐらいの、みたいな遠い目になるような方も多いと思うんですけど、いや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 っていうところですね。じゃあちょっと今日はね、そのまあボートの装備含めて、はい、あとまあね、どんなスタイルでこういうボートを駆使して釣りをしているのか、はたまたねガイドしているのかっていうような話もしてもらえると思います。はい、はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、お願いします。